ハロハロー。ハロハロー。ね、今日もすぐバレンタインさんですけど。まずでも今日久しぶりだな。そうですよね。なんだかんだ。そうですよね。どうだ、わかっただろ、はい、ね。俺と絡んでいないと、はい、ね、お前の重要性が、はい、このこう界隈に広がらないことが分かっただろ、はい。いやいや、そういうことじゃない。やっぱ分かってきた。ネタが全然なかったんですよ。それを無理やり、まあ、バレンさんが言うように、その気持ちが乗ってないのにネタにするのも違うから。だから大変さが分かっただろ。ね。俺がなんで、はい、すごいのか、ちょっと分かってきた。いや、分かってきたね。いや、こんなね、なんもないものを、うん、こんだけどんだけ膨らませて俺話してる。確かにもうバレンさんとはもうすごいね、好評で。だからノッコンさんともね、やってて。そうだよ。ね、あの時だから俺、お前に、ね、誘ったのに、はい、あ、朝はちょっと難しいんですとかって言って、はい、お前もどう来ればよかったんだよ。バレンさん、ちょっと正直言っていいですか、こっちと今の。そのノッコンさんとね、そのコラボを誘ってくれて。うん。うん、で、朝9時から撮影するけど、で、お前のバー使ってやるから、この日にお前来れるかって言われたんですよ、バレンさんに、うん。で、僕が、正直ね、僕もう生活リズムを重んじる人間、すごいんですよ、僕のこのこだわりって。僕朝5時とか6時に寝るんですよ。で、僕ってね、インターホンをオフにしてるんですよ。だから誰も僕の起こすことできないんですよ。うん、うん。やし、僕アラームかけないんですよ、基本的に。うん、うん。もうそれはもう僕普通の人間じゃないと思ってるから、うん、もう僕は好きな時間に目覚めるようにしたいんです。だから、16時以降だったら自然に絶対目覚めてるから、うん、まあ、16時以降でここ撮影するじゃないですか。はいはい。で、5時か6時に寝て、その朝9時っていうのがもうね、考えられないんですよ、僕。まあ、あれさ、5時か6時に寝た場合ね、はい、早く寝る。はい。いやいや、そうなんですけど、うん、だから早く寝れないです、リズム的に。じゃあ、それでね、って聞いてください、この話。まあ、9時、きつ、マジできついなと思って。うんうん、でもバレンさんにお世話になってる、どうしようかな。いやでもだって俺はね、お前が一部やっぱお前から俺はブレイキングダウンの話をするようになったから、はいはいはい、そこにやっぱジュビンがいた方が、はい、やっぱ俺本当にマジでなんかこう、はい、変な思いがあったんじゃなくて、お前がいた方がむしろ盛り上がるかなっていう、それはしかもジョビンにとってもいいんじゃないかっていうことで俺声かけたんだよ。そうですね。ノッコンさんと俺会ったことないんですけど、うんうん、僕からオファーしたことあるんですよ。ああ今度コラボできないですか、はいはい、って言ったら。で、はい、その、なんか一日店長かなんかわかんないけど、はいはいはい、みたいな話もこう来たんだけど、はいはいはい、考えられないぐらい安いお金で、はい、お願いしたから、ちょっと、それは考え直してくれって言ったと。そう、まず一日店長も断られたし、で、うん、最初のコラボの件は返信なかったりして、うん、正直、僕あんまり、よく思ったような部分も正直ちょっとあったんです。多分あったらもう意気投合できると思うけど。うんうんうん。ね、お前ら合うと思うよ。いや、聞いてください。で、うん、そういう流れもあったんです、僕。だから、ノッコンさんとは正直、いや、そこまで前向きじゃない感じだったんです。で、それでいいって朝9時を指定されて、でもキューピーさん聞いてください。でも俺は、やっぱバレンさんにも世話になってるし、いつも感謝してるし、僕はね、お前のバーでやろうと思って朝9時来れるかって言われて、はい、参加しますって思ったんですよ。そしたらこの会社がね、すいませんバレンさんお世話になってるんですけど、うん、すごい僕イラッとしちゃって、感謝しろよ俺様にって来たんですよ。俺からさ、いろんな流れあって、そこまで前向きじゃないコラボ。そして朝9時、俺からしたらほんと地獄。その中でも俺は参加しますって思ったら、感謝しろよ俺様にってきて。あ、じゃあ断ったのはその言葉が。そう、もう正直マジでイラッとしちゃって俺まず朝9時ってマジできついのに参加するって言ったんで、そうやって言われて、それでもうちょっとすみません、まだ考え直してるから、やっぱもうこれやりたくないと思って俺。それでバレンさんに、すいません、ちょっとやっぱり乗り切れないんで、やっぱ今回はやめときますって送ったら、それもね、返信が、なんだと？てんてんて、了解、なんかノッコンと何かあったっけお前って来て、ものすごい上からほら、なんだとっていうのもそうだし、ノッコンと何かあったっけお前って来て、ノッコンじゃなくてお前だよって、そうそうそう、お前のその返信だと思ったけど、なんでこの YouTube 上だったら分かるけど、 LINE 上でも感謝しろよ俺様にとか、こんな言われないといけないですか。そっちからのオファーの多いっすよ、コラボの。そんなこともあって。あまあな、そうか。じゃあ、皆さんすいません。ノッコンとの、お話の現場に、ジョミンが現れなかったのは僕のせいでした。すいません。いや、ただマジで僕もちゃんと見たんですよ、映像、うんうん。で、めっちゃ面白かったし、ノッコンさん、どっちも好評だね。びっくりしたのも、めっちゃ面白かった。まあ、なんだろう、こう、
俺サイドの意見もあれば、はい、ノッコンサイドの意見もあって、はい、俺なんか、あ、俺はちょうどそれが半々ぐらいの動画が俺は一番いいと思ってるから、はいはいはい、あ、俺も向こうから連絡来たやつやけど、はい、まあ俺は正直俺やってよかったなって思ってるよ、あれは。で、ノッコンさんがね、バレさんがめんどくさいって言って、絶対結婚無理とか言ってて、そこもうめちゃくちゃ賛同したんで、もうね、ぜひその話次回。やりたいんで。で、なんかやってほしいって声もあるし、ノッコンさんも何度もね、今度ジョビンも混ぜてやろうみたいなこと言ってたんで、今度はぜひ3人で。はい、俺はでもね、今度はね、ノッコンには俺、奥さん連れてきてほしいね。はいはいはい。うん、なんか奥さんとやってんじゃん。そんな、はい、やっぱ俺は前向き要素だから、はい、俺はぶっちゃけブレーキングダウンで行われる、はい、てんやわんや。俺あれに、もう俺悪いけど、俺あれに何の興味もないの。はい、うん、勝手にやってるわバカって俺思ってるから、はい、だけどお前楽しんでるじゃん、はい、まあそれはそこで僕は好きっすよ、うん、まあまだそれはそこでやればいいと思うし、はいはい、俺でももうちょっとなんかこうね、はい、前向き教室になる話がしたいから、はい、うん、そういうことは伝えたんだけどね、まあ、ちょっと、まあ、今度は3人でもやりましょう。オッケーオッケーオッケー、はい、それですね、バネさん、今日だいぶ話それたけど最初から、うん、ちょっと超重大発表がありまして、うん、ここで、はい、ちょっと発表がちょっとしちゃっていいですか。まあマジでバネさんにも事前にも何にも言ってないですけど、何のね喋るかっても言ってないですけど、お前結婚するとかなんかそういうこと、いやいいですか、ちょっと吉本興業その松本人志問題とか、うん、プラスマイナス岩瀬さんとかいろんなことはありますけど、うん、ひっそりと僕も吉本興業退所いたしました。おおおめでとうジュビさん、お疲れ様です。おお疲れ、細川くん、お前前から聞きたかったけど、はい、野菜ちゃんと食べてるか。僕ですか、うん、はい、よく食べてないよ。せい見たらわかる、全然エネルギーしっかりビタミン取らんとエネルギーが代謝されへんのよ。エネルギーが代謝されないから僕は背が低いってことですか。全然もエネルギー取ってないの、もう丸ばかりや。食ってるかもしれん、ちゃんと、はい、でもお前みたいなやつのためにも、はい、サプリメントで補えるから、ファイザーさんのビタパワーや。ジョビンさんはこれを飲んでそんな健康的な体に健康的な大きな体になってる。大きな体に俺が毎日飲んでんのがこのビタパワー。ビタミンだけじゃなくて亜鉛とかマカも入ってるし、はい、マルチビタミン特有の臭いもなく飲みやすいのよ。ジョミンさんは亜鉛とかマカパワーってどういう効能があるかって知れます。下が元気になるんだよ下がすごいぞ細川くん。好きですね。それと僕も吉本興業退所いたしました。おおめでとうおめでとうもうね、はい、悪いけど、はい、今の時代はなんか事務所とかに縛られてるような時代じゃない、はい、で僕これ、うん、実はもうバレンさんにもう過去に何度も相談してて、うん、まあ正直これでも吉本公表してるんで、うん、言っていいと思うんで言うんですけど、うん、収益の YouTube は2割取られてるんですよ、うん、で撮影も編集も、うん、もう何もかも僕がやってるんですよ個人で。しかもお前のあれでしょ、はい、なんかメンバーシップに入ってる方がサムネイルとか作ってた。あ、そうそう、サムネイルもそう、ね、いや、俺すごくいい関係気づいてると思うよ、それは。無償でそれもや、うん、それやってくれてるんですよ、ね、で、ずっと吉本にその収益を取られ続けてて、うん、ね、僕はでも金だけでやってないんで、僕マジでその金のことあんま考えてないんですけど、うんうん、ただまあ収益もどんどん上がってきてるんですよ、はい、だから捉える額も増えてきてるし、うん、で、吉本興業所属してるメリットが正直もうないんですよ。うん、ないだろうね。ここ 3,4 年で僕がくれた吉本の力でもらえた仕事って、うん、YouTube の番組で UFC ってなんだっていう番組に出たんですけど、はいはいはい、それっきり、それだけマジで、はあ、っていうことはお前は俺からの方がより恩恵を受けてるってことだよな。なんでそんな話になるの。だよな。いやまあそうですよ、ね、それはそうですよ、ねはい、で今までお前は俺から恩恵を受けてやっと今ここに来てにもかかわらず吉本には 20% 払っていた、はい、でお前は金のためじゃねえ、はい、よかった、はい、でしょ、で今退所したね、金のためじゃねえ、その 20% はね、どこに流れるか考えてみろね。お前どこにも流れるからだろうな。な、ここにあった 20% だよ、はい、お前は金のためじゃないんだよね、はい、っていうことはこの 20% これくらいおかしいやん、はい、金のためじゃないんだから、はい、そしたらわかる、これはここに行くべきなんだよ。わかる。で、この移動。まあ言うと思ってだろだろ。いやでもそれは納得する。どこにも行ってほしくないからその大切な 20% がだから辞めたんですよ。なんでそこでバレンさんがまた入って。いやいやいや。お前な、お前ね、はい、だって俺がある意味俺はお前に仕事を持ってきたようなもんだぞ。はい、いやまあ感謝もしてるんでお互いね本当にこう上がっていってるんでもう。いやいや俺はもう上がってたから。はい。
まあまあでも MMA ファンか、ほんとね、もう敵だらけだったり、もう今みんな好きって言ってますよ。それはお前がね、それはお前が、お前が 10% でいいんでくれませんよ。僕は 10% です超売れっ子なんで。ね、それでね、あ、まあちょっとあの、でもね、うん、前から僕思ったんですよ、とにかく辞めるって。だからマネさん何度ももう1年ぐらい前から相談してるけど、うん、でマネさん辞めろ辞めろって言って、うん、ただもうきっかけないし、その社員でね、一人すごい良くしてくれてる人がいて、もうすごい好きな社員がいるんですよ、はいはい。でもうその人と離れるのも嫌やしっていうんで、うん、あとまあお世話になった気持ちもあるし、やっぱ好きなんですよ、吉本興業っていう会社が、うんうん、まあ、ダウンタウンさんとか島田紳助さんとか、うん、もうほんと憧れの人たち、あと今田耕司さんとかね、うん、ずっとお世話だったし、ね、上馬ってどうしようかなって。で去年も分岐点で、その去年1年間で辞めるかどうか、うん、でもめちゃくちゃ悩んだんですけど、まあ、とりあえず継続しようと思って、うん、で継続して、で1月にちょっとマネージャーと会う機会があったんですよ、はい。で、会って、で、マネージャーもちょっとその2割捉えてることにちょっとまあ吉本側もちょっと罪悪感というか、うん、あんま仕事与えれてないからちょっとこっちもよ、うん、あんま良くないよねって、うん、仕事なんとか作るようにするって言ってくれたんですけど、うん、そう話し合いがあったんですけど、前向きな。でも結局それで1ヶ月ぐらい経ってもやっぱ仕事には繋がんなかったんですよ、うん。で、結構もう絶望感じてて、うん、やっぱ吉本おる意味あるんかなっていう悩んで、うん、でもなんか最終的なきっかけがないし、なんか俺もちょっと売れてきたからって、 YouTube 調子いいからって、うんうん、これね、辞めるっていうのもね、あーっていうのはずっと悩んでたんですけど、うん、あるいいきっかけがありまして。何？所沢のタイソンさんがここで登場するんですけど、おーおーおーこれこれで有名な所沢のタイソンさん、もう所沢のタイソン、所沢もこの、はい、もうこれで有名な所沢のタイソンさんがですね、まあ、こんなやつ、もう名前出すのも嫌なんやけど、あいつが、まあ、僕らだいぶ前からね、まあ、僕のチャンネルでいじったりしてたじゃないですか。で、それに、まあ、あいつもとにかく歌り弱い、もう器の小さな人間なんですよ。YouTube のコメントとかも全部消してさ、アンチのコメントって。へー、もう全員ブロックするの、もう SNS 関係。逆に言うと、俺逆にでもすげえなって思うのは、はい、お前そういうの全部見てんだ。まあ、全部見てるんですよ。で、インスタとかも、もう、ちょっとでも悪口とか言ってきたらもう全部ブロックするんですって。あー、だからあいつの YouTube のコメントとか見ても今もう賛同の声しかないんですよ。ただもう賛同の声自体が少ないからもう10件とかなんですけど、どうやって参戦戦戦い抜いたんだろう。とにかく器小さいやつで、でね、ジョビン島っていう名前で僕のファンの人が、うん、なんか所沢のタイソンのこととかを取り上げる、結構悪いとこを取り上げる YouTube やってたんですよ、はいはいはい。そしたらあいつもうアウトローで売ってて喧嘩3000戦もないって言ってんのに、うん、警察に行ったんですよ、それを。こんな誹謗中傷されてますと辛いですって言って、もうそれがダサすぎるんですけど、で警察に言って、でそのなんか言ってる動画を出したら、そのコメント欄に、うん、ジョビンって、うん、吉本興業、まあ、ジョビンとは俺じゃないけど、まあ、ジョビンって吉本興業所属ですよって、うん、吉本に言ったらどうですかみたいなことをアドバイスされたんですよ。それはそのタイソンの信者、そう、信者って本当もう頭おかしいですけど、まあまあ、信者になってる時点で、まあまあ、ね、はい、まあまあ、でも、いや、はい、タイソン応援する人がそういうことを言ったわけね、はいはい、うん、そしたら、あ、これはいいこと言ったなと、マジかあいつ吉本興業所属かってなって、うんうん、あいつが吉本興業に電話しだしたらしいんですよ、うんうん。で、それもムカつくのが YouTube のネタにしてるんですよ。社員にその車の中なんか電話してる様子で、あなたのところ、うん、吉本興業のジョビンってやつが俺のことを誹謗中傷言ってると、うん、あれを動画消させるか、まあ、消させて謝罪させろみたいな、うんうん、それもで社員もちゃんと対応してるのに、それをなんか動画をネタにして、うん、なんかこれを週刊文春に打ってやるみたいな感じで動画でやってるんですよ。で、こんな気持ち悪い動画なのに間に CM とか挟んでるんですよ、うんうんうん。誰がお前のスポンサーについてんの、こんなチャンネルの。で、タイソンチャンネルまで教育番組って掲げてるぞあいつ。何を教育することあんの、教育番組タイソンチャンネルみたいな。何を教えることがあんの。俺はもう、でもあいつに関しては、はい、そこまで狂ってくれてる方が俺は面白い。もう俺もうまともに見れねえよ。あいつ怖がらずにここ来たらいいやん。なあ、俺ここに、その吉本に問い合わせとか警察とかじゃなくて、ここに来たらいいやん。俺の分かるやん、ここアンディおるよ俺。もしくは俺キズナベースジムってやってるから水曜日。だからどれ DM したらいいよ、まあ、ふざけんな、なめんなよてめえ、こんなやろうって。でもね、はい、俺がやっぱりまあ付き合ってきた悪、はい、世の中の悪とかを見ると俺が思う、あのね、なんか悪って一番メンツ気にすんじゃん、はい、メンツ、体裁気にするけど、はいはい、心はマージちっちゃくて、はっきり言ってもう頑張れない人たちなんで、はいはいはい、頑張れない人たちが行き着いて、それでも自分のメンツを
保とうと思ったのが今の自分なわけさ、はいはいはい、ね、やつらは男気なんてこれっぽっちもないからね。いやもうそれの最高峰ですよ、ね、だろ。だからね、普段ね、ね、なんか警察なんかおーおーおーとか言ってるくせにね、はっきり言って、自分にとってそれが有利に動けば警察でも何でも使うし、ね、そうですね。これがどちらかというと悪なんだよ、はい。そう、なんで、なんて言うんだろうな、もう俺は、俺のイメージは悪は強いとかすごいとかじゃなくて、はい、卑怯なの、はい。ね。だから俺はあんまり卑怯なやつって、好きじゃないから、はい、うん。卑怯なやつって、うん、まあ、でももう、はい、そういう人を相手にね、はい、そういう人を養分にしてきたわけだから、ね、お前はそういうやつを養分にね、ね、話を膨らませてきたんだから、はい、それはなんかそういうようなクレームがお前の方にとばっちりがあってさ、仕方がねえよ。でね、吉本の社員も困ったんですよ、うん、で、それもなんか吉本の社員からちょっと相談があってな、こういうなんかやつが来たみたいな、まあ呆れてるけどあんなクズみたいな人間、うん、そりゃそうだよ。ああああ で, で、あの、さらにですね、あの、あいつがそれで相手してもらえなかったらしいです、2回ぐらい電話して、うんうん、相手してもらえなかったんで、ついに吉本興業本社に来たらしくて、思い下以外は何があんの、何があんので電話するとか、まあ、舞台とか、その、なんか無限大ホールとか、あ ルミネとか、まずはそこに電話したんでしょ、ルミネ、あ、吉本本社に電話してたっす、してたで、今度は本社に乗り込んできたんですよ、生身の、はい、これがこれがこれしながら、これしながら、これしながらで、顔面に落書きだらけで、あんな状態ででね、まあ、それもまた YouTube に上がってるんですけど、うん、まずね、ファッションがもう終わってるんですよ、うん、もうめちゃくちゃ腹立つファッションしてて、まあ、これ言われても想像できないと思うんですけど、でもさ、はい、ね、あんなに落書きしたらさ、どんなファッションだってふざけたファッションになってしまうだろう。いや、アルマドマのファッション、いや、それ以上にもうほんともう見た目がまず腹立つっすよ、マジでこれね、ちゃんともう見た目だけまず見てもらっていいですか、考えられないファッションでこれ吉本興業本社乗り込むところ、蛍光緑のこんな光り輝く、お前でもさ蛍光緑好きって言ってんだよ、好きっすけど、ちょっとケンプちゃん見てこれも こいつのファッションこんなんで全身でもさ、でもね、いや、でもね、はい、でも言っていい、俺ちなみに言っていい、はい、俺は踊ってるさあ、俺でも言っていい、はい、ちなみにこいつの着てるこの上下、はい、ね、確かにこれダサい、はい、でも俺思う、俺なら似合うと思うわ、てかね、僕ね、これね、これ言いたかったんですけど、うん、結局ね、うん、バレンさんと一緒なんですよ、こいつの思考ってこれ、すみません、だから気合うと思うな、いや、俺と一緒のはずはない、これズバリ初めて、俺なら着こなせる、それを初めて触れますけど、うん、バレンさんが僕ね、この髪の毛ピンクにしたりとか、これ、うん、ね、爪とか、うん、ね、やってるじゃないですか、うん、これ俺、なんでやってるか知ってるんです、なんでバレンさんも承認欲求の塊なんで、うん、街でこれとにかく目立たして自分の見た目を、で、うん、遠くからでもその色だったら、そんな髪の色してるやつおらんから、あ、細川バレンタインだって言われて、それが気持ちいいですよ、バレンさんは、特に女連れの時とか、とにかく目立ちたい、気づけよって、それ気づくし、あのね、そんな紫色のやつがおらんから、あれ、ちょっと違う、はい、あの、もちろん目立ちたいよ、はい、うん、俺は、ね、あの、でもこれ多分みんなそれはあると思うんだよ、はい、あの男だって、お前だってそりゃそうじゃん、はい、それはジョビンで気づかれた方がいいじゃんね、まあまあね、はい、俺マジでおしゃれだと思ってる、これは、お前は、うん、あの多分今単純に、はい、ただ目立つからとかと思ってる人、はい、いやいや、これは俺マジで、はい、俺の髪の毛をやってくれてる、はい、人、はい、とネイルやってくれてる人、はい、まあ、ジャンボっていうところに俺行ってるんだけど、はい、まあ本当もう二人に俺のスタイリストみたいに俺はなってもらってるんだけどさ、はいはい、マジで俺かっこいいと思ってやってるもんいや、まあ、あのね、あのこの所沢大将のこれとは違う、マジで一緒にされるの嫌だそう、これにはね、わかるか、センスっていうものがしっかり溶け込んで、でも絶対目立とうとしてるとか、絶対髪の色とかやっぱり、うん、いやいや、まあね、もちろんそれはできるだよ、これは蛍光みたいのどう見たってこれマジで、まあ、声かけられるように所沢大将さんですよ、そのもうね、200m 先でも分かるわ、これなんか普通のやつじゃないって、で、顔面入れ墨だらけでまあだって顔面入れ墨だらけはもうどうにもならないからね、これもだから目立つためだけにやってるんですよ、で、こうやってね、吉本本社行って、今日警備員とかの前で、しかもこいつね、くわえたばこやってるんですよ、この
タバコ吸いながらやってるところ吉本本社の前で。まあね、それだってクズだろ、クズだろ、本当にクズです。でね、この日に確かに吉本から連絡あったんですよ、うん、僕に。ああ、だから俺に、ああ、一回連絡したじゃないですか。そうかそうか、だから俺にね、はい、連絡あったのか、クズが来ましたと、吉本にで、あの、もうでも吉本も参ってする気ないけど、こんなクズは、うん、ただあの動画をこいつはとりあえず静かいと思う、うん、で、まあ、吉本も困るねんよ、こんなやつの対応すんの、うん、もう本当マジで内心ムカついてると思うけど、うんうんうん、でもあのもう対応が大変やし、うん、あのとりあえず動画を非公開にしてくれと、うんうん、あとそれも言われたんですよ、うんうん、で僕はもうそれ絶対しませんと、おうおう、はい、いや俺はそこは逆に、はい、いや俺はすげえなと思うけど、はい、ただぶっちゃけね、やっぱりこれは真面目に言うけれども、はい、もしあれが要はだからあれを誹謗中傷って言ってるわけだろ、はいはい、お前がね、はい、もしあれが誹謗中傷だと受け取られるのであれば、はい、YouTube 的にも多分あれは取り下げるしかないと思う、最終的にはね、うん、ただ確かにあんなにクズみたいなことやってて、はいはい、いろいろやってて、はい、いざ言われて嫌だと、はいはい、ね、それを本社に乗り込んだから、はい、こっちでじゃあ、はい、非公開にする、はい、うん、それはでも確かにやらんでいいと思う、絶対嫌、ムカつくもんで、一応、うん、僕らのコラボをともかちゃん混ぜたりしてるやつも含めて、うんうん、吉本の偉い人が一回確認するって言って、うんうんうん、で確認したらしいんですよ、うんうん、まあ、その確認する絵を見たかったっすけど、ね、うんうん、どんな感じで俺が所沢体操をいじったりしてるとこ見てたのか結構偉い人が見たっぽくて、でとりあえず人間のクズって言ってるのと、うん、犯罪者っていうのを、うん、ここだけでも編集できないかっていうんですよ、うんうん、そうだからね、それはやっぱり言葉的にもね、でもね、犯罪者じゃないですか。まあね、確かに。最近も逮捕されてるんですよ、あいつ。確かに。で、クズって俺もそんな簡単に使わんけど、あいつ何度か言ってますけど、長年付き合った彼女の貴金属を売った男っすよ。うん、200万とかで。え、それクズじゃないの、うん、俺もなんか嘘とかついてるつもりも全くないし、俺そんなんも取り下げる気もない。その、ただ、確かにその言葉自体良くないかもしれないけど、犯罪者やもん、実際に。うん。うん、で、俺も、そんなんもう直す気ないですって言って。で、それ言いながら、マジでこれいいきっかけ来たなと思って、あー確かに、俺マジもうやめたかったんで、うん、で、そう、でも俺も何もない時にね言うのもありやし、うん、じゃあもう僕やめますよって言って、うん、吉本の人に、うん、よかったね、はい、である意味だからお前タイソン救われたって、いや救われたんですよ、おーおーおー、はい、で、じゃあもうお前仲良くするしかないな、そうなんですよ、で、まあ、もちろん説得もされたんですけどその、うん、いやいや、そういう話じゃないって、うんうん、いやでも俺マジいい機会なんで、うん、いろいろ、まあ、まあ不満っていうか吉本悪くないんやけど、うんうんうん、仕事にも繋がってないし、うんうん、いやもうこれやめますよってなって、もうその日あっさり、うん、はい、まあ今月いっぱいなのかな、契約もどうなってるのかな、はい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 、ちなみにまあさ、はい、YouTube ってさ、はい、まあ、まあ広告収益だとか入る口座って何、吉本の口座になってるトーモス最初、いやまずそこをしっかりまずそこやった方がいいよ、はい、お金の動きをまずピシッとやって、お前に全部まずガチって入って、ね、そこを、いや、多分、向こうはね、はい、まあ分かんない、はい、一応事務所だからね、はい、もう、いなくなる人に絶対にそんな体力使おうとか絶対してないから、はい、うん、そこら辺はもうしっかりやってもらった方がいいよ。ダイレクトに入れて、うん、2割持っていけばいいですよね、バレンスに。いや、俺の口座にするんだよ、だから、さっき。最初、先にして分配で。で、8割お前に。それも多分8割くれへんじゃん。6割か7割ぐらいで、ね、分からんようにされそうやな。でも、はい、いやでも本当にそこの流れはしっかりもう、はい、もうなんだろう、もうお前が今で今月末なんだっけわーわーとか言ってないで、もう本当にそこがもうどうなるのかを、はい、まずそこ、うん、そうですね、本当に、うん、お金の流れがきちっとすれば、はい、他のことは別にちょっとぐらい時間経ってもどうでもなるから、はい、うん、まずそれ やらんとお前ダメよ、それ。でもとりあえずね、ちなみに動画も消さなくていいらしいんで、過去のそれ俺、はい、消せって言われたらちょっと嫌やなと思ったんですけど、うんうん、それ消さなくて大丈夫みたいな、まあ、それはそうだよ、だって何の関係もね、活動に、うん、はい、全然だって今だってお前が退所するってなったら、はい、吉本ももう言えないし、はい、そうなんですよ、タイさんがどんなに行ったところで、はいはい、いやいや直接彼に言ってくださいっていう話になるから、はい、もういいんじゃないの、それはそれ。やし、まあ、あんな器小さいやつも他にいないですけど、もし今後なんか言われて、それも消してくれとか言われたら、もう俺もストレスなんで、うん、自由にやりたいんで、YouTube は。うんうんうん、だからマジよかった。これほんと強がりとかでも何でもなく、マジでタイソンありがとう。それに関しては。だって、年間は、今の感じで200万以上とかですからね、これで。俺もタイソンにありがとうって言いたい。はい。だろ、だってタイソンのおかげで、はい、俺に20個入ってくるっていう、いや本当に、
ございます。これも訴えてもええんちゃうから、名誉毀損バカにしてるな。ねえ、まあでもこれね、この子の取り上げんのもどうかなと思ったんですけど、うん、なんか吉本にそれ電話かかってきた時点で、もう所沢の大佐のこともあんまかかんといてくれってめんどくさいからあいつって言われたんですけど、うんうん、もう確かに、でもそんなこと言われる前に俺もね、あいつ取り上げたらもう負けやろって、もうその価値もないじゃないですか、あんなゴミみたいな人間、ね、犯罪者、うん、でももう、ね、なんかここまでされたら俺が思うに、あいつを食い物にする以外の方法は他にだってね、はい、ないもん。で、これ最近よく言ってる話なんだけど、はいはい、今の SNS だとかネットで、はい、例えばその岩橋さんみたいな、はい、さっき話したけどね、はい、このもう暴露時代、俺思う、黙ってるっていうのはその SNS のメインの主張に乗っかってるっていうのと全く同じだと俺は思ってる、はいはいはい、もう、そうっすね、本当にそう思う。なのでなんつーのかな、もういや俺何かあったらもう今の世の中ってやっぱ主張するしかないと思う、はいはい、主張して自分の味方を増やして、いやこれが正しいだろうと、はいはい、もうこういうような感じにするしか俺ないと俺思うもん。ちなみにそのこともあいつ YouTube にやっぱ取り上げてて、吉本がこういう返答があって、うん、あいつも病み上がったみたいな、ダッセーなめとか言ってて、うんうん、いやダッセーな、向こうだろ。いや向こうだろ。だからまず吉本に電話したりしてんのか、もうめめしいっていうか、もうアウトローでもなんでもないやん、マジで。警察行ったりとか、お前は捕まる側や、まあね、お前が訴える側じゃないよ、まあ、ただ俺から言わせてみると、はい、アウトローの、まさにアウトローだよ、はい、あれが、はい、うん、あのみんなが想像するアウトローって結構、まあ、かっこいいアウトローなんだよ。あの、はい、なんだろう、まあ、ちょっとウリタみたいに今はちょっとしっかり自分の思ってることもあって言えて、ある程度ね、まあ、別に俺もウリタがすげえちゃんとしてるとは言わないよ、間違いないんでね。でもある程度のなんかこう自分をなんかこうピシッと保ってるアウトローをみんなイメージするんだよ、はいはい、テレビで見るあのヤクザ映画とかもなんかちょっと信念を持ってる感じじゃんね。俺が思う本物のアウトローっていうのは、はい、ブレブレの卑怯者だから。そう。確かにあいつっすね。そう。だから、むしろ俺から言わせてみたら、はい、あれこそがアウトローの鏡です。チンピラ。うん。チンピラって言葉が一番俺合ってると思って。本気で悪いやつっすからね。うん。だから、もうゴミなんです。ゴミです。ほんと何の根性もないし、ゴミやし。だから戦ってあげても全然いいんですけどね。ただまあ逮捕ってなったら俺も捕まったわ、ちょっと嫌なんで。それはあいつし、あいつ絶対ぐらいやらないだろ、勝てると思ってるからね。まあ別にいいけど、やってあげて。まあ、ただ捕まんないやん、ね、やっぱでもただスパーリングとかになっちゃうけど、それでいいなら全然いいけど。三千戦無敗だぞ向こう、お前大丈夫か。まだ三千戦俺だって、俺だってまあ怖いからの体操は俺は。そうすいません。ねえ、あいつもこことか来たらいいな。まあ、ただ俺がおらん時に女の子とかに、なんかそういう女とかにあいつ、女子供とかには強いはずなんで、なんか俺が確実におらんやなんとか調べてここ来られたりしたら、それはちょっと許せないですけど、ちょっと DM くれたらいいのに、一旦じゃあ、まあな、ちょっと会って全然話するし、まあ今後もいじめてあげたいところないけど、また取り上げたくもない。まあ、ただとあのあいつがブレイキングダウンに次出るんだったら 100% 取り上げるんですけどね。またネチネチやってあげるけど。はいはいはい。でももう、だってもう出ないんじゃないの。だって出ないし、あいつがもう輝くことはもう人生じゃないだろ。ないだろ。だって、はい、あんな、なんか、後ろ向いて、なんか、ね、ガラミツがさ、もう、多分ブレイキングダウンなんか出たら、はい、出ようもんなら、はい、さっきお前が俺をからかった誰だっけ。レオ159戦、そう、はい、にも化けにされんじゃない。いや、負けるでしょうね。負けるか。いや、マジ負けると思う。気持ち弱いし。あいつはどうしようもないし。もう上がらんよ、俺もう本当になんか。戦ってあげるのと、あとその彼女の貴金属盗んだって俺ずっと言ってないけど、嘘だな、嘘って言ってほしい。それ、まあ、アンサーちょうだい、それ。あ、俺ちゃんとしたところが聞いてるんやけど、うん、彼女の貴金属盗んでお前逮捕されてるよな、うん、あれどういうつもりでやったのか、それがじゃあ嘘なら嘘って言ってほしい、答えてほしい、うん、じゃあそれに、それって人間のクズじゃないの、犯罪者じゃないの。いやそれひどいっすよ、それやるってマジで。でも、はい、なんかよく聞くじゃん、俺もなんか最近知ったけれども、はいはい、前のマネージャーもなんかねいなくなった時、あ、それも財布の金抜かれたとか、財布の金を抜かれてって。だからでもただ俺は常にこういう話を聞いた時、はい、両サイド聞かないと俺分からないっていうのが、はい、スタンスはやっぱ俺は取ってるから、はいはい、まあ、だから俺は言わないけれども、はい、まあそういう話がちらほらあるっていうことは、まあなんて言うんだろう、どうなのって、まあそのね、ある程度ちょっとこの本人がそれを否定するか、はい、いやそんなことはなかったとか、はい、うん、まあまあ否定してほしいわ、じゃあ、うん、
その別にな、なんていうの、こう、おっぴらげに出て、その動画作れよとか、はい、そういうことは俺は必要ないと思うけれども、はい、うん、うん。そういう権利がかかってるんだったら、いや、それに対して、そこまでしてほしいわ。A なのか B なのかぐらいは、そうすね、やっぱり言わんと、うん。うん、言ってほしいな。まあね。まあ、とりあえず、まあ、しばらくはでもあいつのことは取り上げないんで、取り上げ、まあ、いじめたいとこやけど、まあ、取り上げたら負けみたいとか、まあ、とりあえずこうやってでも、あいつのおかげで、ね、お金も手に入ったんで、うんうん、ね、でもマジで強がりでもなんでもなく、ほんと入ってる意味なかったから、うん、よかった、これで仕事が減るわけもないし、その吉永奈々香の件とか、うん、あのトップブライトで、ね、コラボしたりとか、それも全部ダイレクトに俺に来てるから、だからね、だから、うん、それが、その 20% が俺に来るってなんかもう、すごく嬉しい。ただ、まだそっちの方が納得できる、確かに、吉本に2割払うよりは細川に2割の方が、まだ細川に2割の方がいい。ただあの吉本に本当お世話になったし、僕もあのすごい感謝してるんで、はい、本当にありがとうございました。はい、はい、じゃあ今日こんな感じで、はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。